様です。お疲れ様です。はい、今日は僕と伊藤さん2人で、はい、ね、寒くも寒くなってきまして、寒い、本当に寒いよ。だんだん、ね、ちょっとね、暖かい日もあったりしたけど、うん、またね、やっぱり寒いなっていう冬になってきたなっていう感じですけどね、はい、うん、まあ忘年会シーズンとかね、はい、なってきて、昨日月曜日ね、うんうん、うちら美容師さんの、うんうん、新潟のね、忘年会が昨日ありまして、そうそう、お勉強会のね、うん、忘年会がありました。ドレスコードがアンチブラック、そう、ね、ブラックをこう取り入れないというか、そう、ブラックを使わないコーディネートでっていうテーマだったので、そう、うん、なかなかね、困りましたよね。困った。だってほら、私もね、黒、うん、黒、まあ、これなんかちょっと違う色だけど、うん、基本的にはやっぱり黒が多いから。いや、そうなんですよね。僕も本当モノトーンになりがちなので、うん、そうなんだね。なかなかほら、別にさ、まあ、これとかでも別にいいけど、はい、やっぱり忘年会ですごい大人数がね、200人くらい、うん、そういうぐらいですね、そう、集まるから、やっぱちゃんとした格好していかないといけないじゃん。だからこういうのではいけないわけだし、こういうガーリックでもいけないわけじゃんか。エプロンだからさ。あ、エプロンね。そう、そうだからね。そうそう、鍋くんは緑のジャケットに、はい、に、下は白いパンツで、でインナー黄色っていう。うわ、すごいな、パプリカみたいな。普通赤だったよ。あ、パプリカ、完全パプリカ。うんうん、クリスマスとも言われてる。そうだね。で、私は、うん、なんて言ったらいいんだろうな、すごい薄いミントグリーンみたいな色の、そう、ね、そね、そう、ロングのワンピースと、うん、なんかね、グレーっぽいような、水色っぽいような、なんかわけのわからん薄い色の、まあまあまあね、うん、あのちょっと薄手のニットを着て行ったんだけど、うんうん、あれでしたよね、うん、我がボス、はい、代表、代表でございますね、うん、なかなかすんげかった、はい、アンチブラックだったけど、本当にアンチな感じだった、うん、アンチな感じだった。いやね、うん、代表もまあ会場以外に出るのは恥ずかしいと思ってたから、そうそうそう、コンビニ行けないって言ってたから、写真はさすがに出せないけど、うん、ちょっと許可を得てからかな。そうそうそう、ネタ的にはね、面白いと思うんだけど、うん、あれだったよね、ヒョウ柄だったよね、うん、上ヒョウ柄、下ヒョウ柄、うん、靴ヒョウ柄、うん、ヒョウ柄だよね。そう、そしてその上にジャケット赤のハットも赤、そう、すごかった。あのね、しっちゃかめっちゃすごい派手だったし、なんて言ったら挑戦的な感じの豹柄だったね。そうですね、うん、かなり攻めてたね。攻めてたね。会場内で、だいぶ攻めてた感じだった。そう思うよ、うん、そう思うよ、うんうん、なかなか、美容師さんのね、忘年会とかパーティーっていうと、だいたいドレスコードがありますよね、うん、つくので、うん、もう一個また12月になるとある、ね、うん、私と代表で行かせてもらうやつもドレスコードあるしね、うんうん、なかなか大変ですよ、ね、そうそう、いや前にもほら、うん、動画でもさ、なんか代表の髪型、うん、あ、そう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 、その ブルーだった時だよね。そう、去年がブルーだったんだよね。それで代表頭青、去年か、あ、そうそう、去年だよ、ね、うん、ブルーにしたんだよね。そうそう、またそのパーティーが来月、うん、そうそう、ね、待ってますので、うん、今年はね、何色、今年はね、うん、フューシャピンクっていう。そう、私言えないのよ、フューシャピンクね、あ、言えた、なんか、うん、普通のピンクっていうよりはなんかちょっと濃いめなっていうのかな、なんていうのかな、うん、鮮やかなピンクみたいな、うんうんうん、そんな感じでいいのかな、解釈で、うん、そう、全く持ってません、そういう色。いや、なかなかね、見ないよ、そんな色の服ね。え、どうしたらいいんでしょうか。買い、なんか探さないといけない。まあそうだね、うん、いや、だからきっとね、その日の会場はきっとすげえんだろうなと思うよ。いや、すごいんだけど、比較的ね、それはね、みんなね、あれなよ、あの靴下がブルーとか、あー、そうそう、私はパンツブルーで行ったけど、なるほどね、そんなにね、あからさまにブルー出してる人そんなにいなくて、うん、まあ蝶ネクタイブルーにするとか、まあそうだよ、ね、うんうん、そんな感じ、ありですね、うん、
そうだった。コーディネートに取り入れてっていうところですもんね、うん、そうそうそう。だからどんなになるか楽しみですね、うんうん、ほら伊藤さんのほらあのウィッグみたいな髪色にしたら、ああ全然いいよ、好きだから。ちょっと持ってきて。え痛い痛い痛い。こちらあ、これ襟足とかにさ逆にね、これこういう感じで、はい、お人形さん、僕たちが練習する人形の、ほらこういうあのインナーカラーに、うん、まあいいかもね、うん、いいかもね。あ、そうそう、これちょっとちゃんとしとかないと、代表が綺麗に切ったやつだから。そうだよ、代表意外にね、穴だけどカット上手なんですよ。そう、綺麗に切ってある。多分そっちより反対がいいんだね。あ、こっち側は超綺麗だもんそういうことですよ、ね、はい、そういうことですね、はい。まあまあね、そんな忘年会シーズンですけどね、はい、まああっという間にもう12月が来て、はい、でね、お正月が来てってなるんですけど、うん、まあ、12月ね、ほんとこう年末に向けて、はい、まあ、また新しい年に向けて、うん、まあね、バックステージも一生懸命頑張りまして、はいはい、ね、いい年を迎えられたらいいかなと、うん、そうですね、その前に楽しくクリスマスが迎えられるように。あ、そうですね、うん、クリスマスね、そう、頑張りましょう。そうですね、はい、ということで、はい、また明日？また明日、そうだね、また明日、お会いしましょう。はい、はい、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。